はい。えー、おはようございます。そっか、じくんのくぶでございます。今日は5月20日ですね。時間にして4時30分なんですけども、昨日までの動きと、ここまでの動きをちょっとね、追っかけていきましょう。えっと、昨日はね、急落の後、ダブルボトムから上昇で赤三平をね、出して、えー、上昇のサインが出ていたということをお話しました。ところがですね、気をつけないといけないのは、このレンジなんですよね。レンジの2つの、 ラインなんですけども、ここの抵抗体で弾かれて、なんとですね、このダブルボトムもあったし、それから赤三平もあったところが打ち破られて、下の方に行っちゃいましたよね。で、5月19日の昨日の18時夕方、夕食後なんですけども、トリプルボトムを私は疑ったわけなんですよ。今度はここと、ここと、ここのトリプルボトム。で、そうなるのかなと、トリプルボトムを描いて、さらに、 上昇して、その時はここを破って、ここも破って、本当の上昇に向かうのかなと思って見ていたんですよ。その他、この形ってのは、ソーサートップってのが考えられます。ソーサートップってのは、その後さらに下の方に向かうんですよね。で、こういった仮説まで立てたんですよ。通常はここまで考えません。えー、通常はね、トリプルボトムぐらいを読んで終わりなんですけども、この弾かれ方はもしかしたらと思って、ソーサートップを疑ったんですよね。 で、ちょっと時間をずらしてはい、19時です19時なんですけども先ほどの時間軸から1時間経ってトリプルボトムでトリプルボトムですよトリプルボトムってどういうことかっていうとボトムボトムボトムでえっ、ー、とこんな感じですよねここのラインで上に向かうんですよねダブルボトムよりもトリプルボトムの方が上に向かう威力が強いんですよ ただ同時に先ほどお話したような、ソーサートップも疑っていたんで、突き破るようだったらソーサートップかなと思ったんですよ。で、ソーサートップを疑ったのが19時で、まあこれからね、私あのチャートから離れて、まあ寝るわけなんですけども、その後ね、朝4時、つまり今の時間軸に来ました。さあどうなってるでしょうか。えっ、ー、とね、トリプルボトムのラインがここだとしてですね、ここと、あら、 ここと、ここと、ここ。結局トリプルボトムにはならなかったんですよ。で、そこでもう一つの最後の薄い可能性、テクニカルで言うとね、ソーサートップってものを疑いました。ソーサートップ,ソーサートップってのはね、だいたいね、こういう形になるんですよ。こういう形になって、ちっちゃく跳ねて、その後、下の方に向かうんですよね。ソーサートップの逆の形もあります。下の方に掘り込んだものが、 まるで上下逆さに移すようにこういう風うな形になって上に突き抜けるってやつですよねはいでね今操作トップの疑いがさらに濃くなったわけですよここを突き破って下に行ったわけでしょですんでさらに下の方に向かう流れを作っていくんじゃないかなというふうに,テクニカル的には考えてますね、もちろんねこのテクニカルの考え方を時にはぶち破ってそうじゃない、まあ、反対に来ることもあるわけですよ ですんで、ロスカットラインが必要になってきます。えそもそも、その形ってのは、もともとは、このレンジっていうところが弾けなければ、ここまでのシナリオは立てられないんですよね。すべてがこのレンジを、やっぱり正確に弾けたから、こその、このシナリオなんですよ。で、最終的に操作トップまで考えなくちゃいけないのは、まあ、かなりね、えー、高いレベルには来ていたかと思いますけども、まあでもね、私がいつもお話している、 えー、基礎知識とあとテクニカルのね4つの手法があればここぐらいまでは考えられるってことになってます皆さんはどのようにお感じでしょうかはいいかがですかここまでのシナリオでシナリオが途中からトリプルボトムがそうじゃなかった時もちゃんと次のシナリオつまり操作トップっていうのまでは、ね、考えられてすぐにねこうやってシナリオを修正できるのがテクニカル理論なんですよで、えー、FX オリガルヒっていうね えー、そういった取り組みを私がこれからしようとしているところはもうご存知の方も多いと思います、えー、本当にいつもねこの FX の相場解説ご覧いただきましてありがとうございました今まで投資の世界には様々な事件がありました例えば暗号通貨の世界まで行けばねビットコインの暴落のお出川ショックっていうのがありましたし ICO ブームもありましたし投資詐欺みたいなね まあ最近ではエクシャーがそうなんじゃないかなって疑われたりとしますけどもね。え、それからノアコインの部分もあったでしょう。スピンドルの部分もあったでしょう。あれはどうなってるのかなってところを皆さんね、考えてるかもしれません。そして、えー、ネットワークビジネスを中心とする MLM っていう形でも、なんだかね、気持ちの悪い終わり方をしてるのもありますし、それからまた、再度ビットコインの暴落が昨今ありましたよね。またコロナショック、ロシアショック、様々な ショックによって相場ってのはいっぱい変わるし、その相場自体が崩落したりもするわけなんですよ。はい。しかしですね、この6年間、FX を中心として私は投資の世界を見てきたんですけども、気がついてみたら、FX のテクニカルだけは、どういう風な形にこの相場の世界がなろうと、金融の世界がなろうとも、テクニカル理論でずーっとくぐり抜けてこれたわけなんですよね。それこそ、 ビットコインの暴落があっても別にあんまりエフェクスには関係なくテクニカルの理論で値上がりすれば値上がりで取る。値下がりすれば値下がりで取る。それができたわけなんですよ。その他、あ国際情勢がどう変わってもね、なんとかショックっていうのがあっても。それから昨今で言ったらあ、ロシアのことがあってもですね。一瞬はファンダメンタルに左右される割合が大きいんで、私は相場を冷静に見ること。 エントリーをする、しないよう2週間にわたってね、ノーエントリーで過ごすということを宣言してまさに2週間半、そのように見てるだけで過ごしたわけなんですけども、いよいよテクニカルが動くようになってくると、テクニカルでみるみる利益が取れていくわけなんですよね。まあそういった形で、資産を防衛するにも、攻撃的に増やすにも、そして守備的に増やすのにも、FX だけは常に同じ理論理屈でずっとやってこれたわけなんですよ。この6年間、 FX をやったことによってずっと資産を防衛できましたし、力もつきました。でも他の資産っていうのは、例えばね、私の保有してる暗号通貨ですら、目減りしたり、それから売り損じたりね、損失を出したりするわけなんですよ。FX だけは、テクニカルという手法一本でずっと利益を出してくれてます。まあこれは、皆さんもね、客観的にもご存知だと思いますし、確かにな、と。FX っていつの時代も同じだよね、っていうふうにして、一回 FX のスキルを身につければ、 生涯、お金のことは心配なくなるわけなんですよね。で、そういった人々をまとめ上げて、えー、力をどんどんつけていく、勉強する、遊んでいく、楽しんでいく、夢を追いかけていく、そんなグループ、FX オリガルヒーってものがね、これから、あーしっかりと打ち立てられればいいなと思っております、えー。近日中に募集内容、さらにね、細かく公開しますので、こちらの方もお楽しみにされておいてください。 まあ、FX オリガルヒっていうのは基本的には私のテクニカルね。今ずっとお話してますけども、私は自分の手法ではなくて、テクニカル理論を紹介してるだけですからね。私の手法じゃないんですよ。オリジナル手法でも何でもないんですよ。テクニカルを学んだ通りにやったらこうなりますよっていうのを6年間お見せしてきて、他の資産がどういうふうに変化しようとも FX だけはずーっと利益を積み上げていくっていうことを、私の体で人体実験をした、そんな毎日の相場解説、ついに6年もやってるってことなんですよ。ね。 いやすごいなと思いますよ、私なりに。<laughs> はい、FX にフォーカスしたの間違いではなかったと思います。私が FX を始めたのが、そうですね、6年前ですからね。44。でもうすぐ私50ですよ。うん、よくぞ50代の私に、40代の私、FX をプレゼントしてくれたって、そんな気持ちでございます。はい、じゃあ本日は以上でございます。ありがとうございました。